ドニ・ダ・ターとニコラ・ロベールの植物がドニ・ド・ダールはフランスの医師、植物学者である。1676年のメムワーズ・ポア・サービア、エイリスト・ワール・でプランテの編集を行ったことで知られる。パリに生まれ、1660年に医師の資格を得た。1666年パリ大学の医学部の教授となった。アンヌ・ジュヌ・ビエーブ・ド・ブルボン・コンデラの貴族の G を務め、 しばしば、ルイ14世の医学顧問として働いた。1673年に科学アカデミーの会員となった。科学アカデミーが企画した、植物辞典メムアーズ・ポア・サービア、エイリスト・ワール・デ・プランテの編集者を務めた。執筆は、ドダールのほかサミュエル・コター・ジュクロ、ピエール・ボール、クロード・ペロー、エドム・マリオット、クロード・ボーデラン2、ニコラス・マーチントが行い、 ニコラ・ロベールの制作した39枚の細密度版画が添付された。DOD は植物の学名で命名者を示す場合に、ドニ・ド・ダールを示すのに使われる。スターディー、デビッド・ジェイ、サイエンス・ソーシャル・ステータス、ザ・メンバーズ・オブ・ザ・アコダミ・でサイエンシズ1666から1750、ボイデル・ブルーアー、ピアニッシモ、P461、 ISBN 085115395X ありがとうございます。